はいどうも、つけ麺2、ミストさん、阿部ちゃん、はい、今日は、はい、かっぱ寿司になりました。なんとですね、はい、かっぱ寿司さんにご招待いただきまして、はい、なんとこちらの店舗でですね、本日、はい、令和元年夏の陣かっぱ寿司エンマ食べまくり大会開催されます。おそれに僕たちが招待されたの、はい、いや、なんとかちょっと爪痕ぐらいは残したい。爪痕残せれるから、ねえ、マックス鈴木さんとかナスカラライさんとか、そうそうたるメンバーがいて、うわ怖いな。ちょっとでも見るのも楽しみやけど、ナスカラさんの食べるの、じゃあ行きましょうか。はい、行きます。つけ麺ズ、まず3位の方にはお食事券、かっぱ寿司のお食事券を1万円。おお、1万円。2位の方には3万円。おお、おお、それでは1位の方は10万円です。おお、まさにあの食べまくり大会にふさわしい商品をご用意しておりますので、ぜひあの1位を狙っていただければと思います。ご準備は皆さんよろしいですか？カマスイヌと言わせないの。ダークオースだ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 。俺マジで早く無理なんだよ。頑張ります。YouTube の皆さんが準備をしてくださいね。水が大丈夫ですか？はい、お箸で食べることです。繰り返しますが、最初の15皿を食べてから回っている円満に引いてください。よろしいでしょうか？はい。さあ、それでは3秒カウントダウンで始めていきたいと思います。それでは始めますよ。皆さん、お箸をしっかりと掲げて、はい、いくぞ。食べまくり大会、2、1、初めて。さあ、うまいという声を聞きながらのスタートになっています。皆さんの箸が進んでいますね。今回あの途中経過を発表できないというもどかしさもありながらも実況していきましょう。サスペレンズのお三方、テーブルいっぱいのお寿司のお皿を、お早いですね、ペースがどん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 と口に入れてはお皿を積み重ねています。始まって楽しんでいる方もいらっしゃいますね。食べましょう。食べる順番がお任せです。めちゃめちゃ早い方がいます。誰にも言いませんが、めちゃめちゃ早いです。ぶっちぎりです。どうですか、辛いですか？おいしい。やばい、ちょっとほんまに。ああ、すでにお皿をパッパパッパと取ってる方もいらっしゃいます。おっちゃん、頑張れ。さあ、お時間ですが、まだ7分30秒あります。まだ7分30秒あります。マジですか？テストしてくださいね。はい、早っ。めちゃくちゃもうあと2分ぐらいだと思ってめちゃくちゃ座ったのか。かなりハイペースの方がいらっしゃいますからね。とっちゃん、頑張れ。うるさん、ありがとうございます。さあ、まだまだお時間たっぷりありますので、ちょっと今日多めに分け
十分投げ。十分投げ。全部辛いもんね、こうなったら。味わって食べた。皆さん、まだまだありますよ。今回、カッパ寿司の大佐が入りまして、14組、22名での戦いができました。日本の食事券10万円となるということです。さあ、そしてここで5分経過しました。5分経過です。こちらは、すごい。ちょっと手が止まっているような。10分長いっす。10分長い。お水をお願いします。すごい、なんか思ったより辛い。辛いね。ね、辛いな。徐々に来る。辛い、やばい。ハイジさんには勝ちたい。ハイジさんには勝ちたい。ハイジさんには勝ちたい。何やったこれ。イケメンさん、何やったこれ。何やったこれ。見たてじゃったら今。ハイジさんには勝ちたい。はい、すいません。めちゃくちゃ辛い。飲み込まれへん。マグロやから。頑張れ、マグロ。早速積み上がってる方が数名いらっしゃいます。ちょっとどうやって行こう。高いよ。マグロ屋の息子。マグロ屋の息子さん。どうですか、息子さん。いや、僕めちゃくちゃマグロには厳しいですけど、これは本当に美味しい。マジで。これはマジで美味しい。間違いない。僕の仕事来ますね。お願いします。あと1分切りました。1分です。早く終わってください。大盛り大盛り大盛り。ちょっと下手しい。最後ぐらい狙えるよ、絶対。ね、うん。もんちゃん狙える。いやいやいや。マサさんが、あ、すみません。好きなんでしょうね。お箸を掲げて始まりましたので、お箸を置いて終わりましょう。残り3点目を切りました。100人の皆さん、さあ、まもなく終了ですよ。15秒です。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了。はい、じゃあすいません、じゃあバッシングさせていただきます。すいません、ありがとうございます。同率21位はハイジーさんと横浜ベースのドリカ9名です。あれ、あご、あご、あれ9皿9皿で最下位ですか。はい。続いて19位、12皿でつけ麺の阿部ちゃんです。どうですか。もっと食べれたと思ったんですが、12皿だったんですね。はい、頑張りに行った方です。ありがとうございます。ありがとうございました。ハイジーさんに勝ちましたよ。そうです。嬉しい嬉しい。同率16位で3名いらっしゃいます。13皿です。続いて同率で12位となります、14皿食べた方が4名いらっしゃいます。まずはスレンズのイッソンさん。おーしゃー、リーダー、一言どうぞ。いや、あの、僕マグロ屋さんの息子なんですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。お刺激いただきました。中衛に似てる。第5位、24皿つけ麺ズ正面。惜しい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 。惜しい。いや、お願いします。お腹いっぱいです。限界でした。ありがとうございます。頑張った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 。そして第4位は50皿。え、ちょっと話しモグモンです。さくらさんです。次元が違う。いや、どうしたらしょうちゃん1位、一般人で1位。第3位は51皿。4位とは1皿差です。ソラコさん、おめでとうございます。こちらもお越しください。全力で頑張れたので悔いはありません。ありがとうございます。おい、マークさん。どうも、流れ星の中衛です。それ僕です、それ僕です。第2位は73皿。どっちどっち。ラスカル新井さん、おめでとうございます。第2位73皿でしたが、いかがですか。でもだいぶ今お腹いっぱいでして、本当に夏にぴっ
タイのうまからスポットで美味しかったです。まだちゃん。ということは、ということは1位は決まってるんですが、どうしよう、名前忘れどうしよう。その枚数が気になるところです。それでは発表いたします。第1位、マックス鈴木さんですが、お皿の枚数は88皿。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン、ぜひお願いします。お願いします。Twitter と Instagram の方もフォローお願いします。バイバイ。目録の厚みがめちゃめちゃリアルなんですよ。リアルなんです。